山田裕貴のオールナイトニッポンだよ。時刻は午前1時を過ぎました。生まれました、生まれました、生まれたよ。山田裕貴のオールナイトニッポンディレクター菊田 D にお子さんが生まれました。おめでとう、みんなおめでとう、メール待ってるよ。おめでとう菊田 D。 なんで拍手してんの俺だけなの？全然いいやろこれは、別に盛り上がってもなんで、なんか誰一人やってた今拍手。岩田ちゃんとか松本さん、どうした、なんか嫌なことあった？あ、手離せないか、そうだ、ミキサーだから、そう、手離せないわ。心の中で拍手した、今してた。錦野くんなんか一回もこっち振り向かんし、本当にいつも。え、な、いいやん、おめでたいことじゃないですか。な、菊田 D もなんかそんな触れないで触れないでみたいな。私事でもいいでしょ、チームだろ俺たちは。仲間だろうが、俺たち仲間だよな、家族だろ。もうここはもう一家でやってんだから、もう俺の子みたいなもんだよ。俺の子、推しの子じゃない、俺の子。もう家族だから、みんなで面倒見ていこうよ、みんなでね。だここにさ、このブースのとこにベビーベッド持ってきてもいいから、それは。その奥さんがね、この月曜の時間はさ、その、菊田 D は寝かしつけられないじゃん。名前は、なんだろうか。ラジコとか。ラジコにするの？ラジオにすんの？まだ決まってない。ラジコにしないの？なんでよ、ラジコでいいじゃない一番。もう俺たちの子なんだから。ラジコでしょ。ねえ、ラジオかラジコなのか。ねえ。もうだから、ラジオにしたら、ラジオやん。もうそれは。いや、本当におめでとうございます。いやね。いや、本当にね。まあ、今日生まれて、まあ、こっからもちろん長生きしてほしいけども、人間の一生というのは短いね。そうよ、早朝のフリーレン、早朝のフリーレン、ゾルトラックね。ちょっと、俺、今立ち上がったから椅子がぐるって回っちゃって座ろうと思ったら、もう座れんかって今。ねえ。いや、でも、ほんと先週、早々のフリーレのお話をさせてもらったんですよ。山田裕貴ハマってますと。先見の明があるで有名なんです、僕。K-POP を見つけて持ってきたのも、まあ僕みたいなところありますし、大谷翔平さんより憧れるのやめましょうって思ってたの僕が高校の頃なんで、まあ16年前ですか。に僕は、憧れは理解から最も遠い感情ですよと、ブリーチという漫画から、あ、その言葉いいなと、俺憧れるのここから先やめようと、どんなことに憧れても、じゃあ例えば俳優として今役者をやってますけども、どんな憧れてる俳優さんに会おうとも同じフィールドに立たなきゃいけないから、憧れてたら緊張してお芝居できません、そんなん。憧れない、もう同じチームだ、同じ仲間だ、家族だと思って作品をやるという、まあ、そういう心持ちで憧れるのはやめたんです、大谷翔平さんより前にね。だから先見の明があると、自分の中でじゃない、すごく有名なんです。IQ も高くて学はないけれども、漢字とかたまに間違えるけども、弘前のこと、青森の弘前のこと、広前って呼んだりしてたこともあったけど、その学がないのはあるんだけど、でも IQ は高いの。147ぐらいなの、多分。そんな、
そんなって俺今何喋ろうと思ったんだっけ。いやだから早々のフリーレンね、先週のね放送でもうとにかく魅力を語りました、こういう話ですよって、すごい、もうすごいの、魔法使いがすごいんだよ、魔法の話なんだけどさ、まあみんながね想像する勇者の旅ってさ、こうね、また聞くのみたいに目かかないでくださいよ。勇者の旅ってさ、みんなが見てるアニメ、思ってきたアニメとかって、魔王を倒すぞ、勇者が旅立って魔王を倒すぞまでの話でしょ。もう魔王を倒し終わった後の話なの。そっから、主人公フリーレンという、エルフの女の子が、まあ、長い寿命を生きると。でも人間にとっては、寿命、まあ、だいたい80から90歳だと。まあ、そういう、あれ？キクタディの子はフリーレン見る？フリーレン見れる？見てくれる？名前フリーレンにする？キクタフリーレン、フリーレン、フリコだ、フリコ打法のフリーに、伸ばし棒は漢字の1にして、で、レン、ハスでさ、フリーレンでいいじゃない。フリーレンラジコとか。名前フリーレンラジコ、キクタフリーレンラジコ。ダメ？フェルンとかでもいいよ、フェルンっていうキャラも出てくると思う。フェルンラジコとか、キクタフェルンラジコ。ラジコは決定なの？ラジコもつけないのね。フリーレンもつけないのね。でね、先週の放送でちょっと頼むから、フリーレンを、このね、山田ゆきの俺の日本のスタッフみんな見てほしいと。見てくれって言って、あ、そうだって。もう、今から見てくれればいいじゃんって思ったの、俺は。生放送中に。だから生放送中に、まあ、キクタディとそれこそ手離せない松岡ちゃんに見てもらうのは申し訳ないから、もちろん岩田ちゃんもね、AD 岩田ちゃんもお仕事はあるけれども、今、もうディレクターがいるから、もう任してくれていいと、それは。先輩がもう一人で回すと。だから、生放送中だけど、フリーレン、早々のフリーレンを今から見てくださいって、見てもらったじゃないですか、生放送中に。どうでした？第1話で。号泣でしたね、もう。最初鼻にティッシュが行ってたんで、鼻噛んでんのかなと思ったら、もう、その後、鼻から目にこうやってティッシュが行ったんで、ギュッギュッギュッって。あれ泣いちゃってたよね。ねえ。そっから、ちょっと待って。だってさ、それをさ、岩田ちゃんのさ、写真あげたじゃない？山田裕貴のオールナイトニッポンの公式アカウントが。あの後ろ姿を、泣いてる後ろ姿をさ、早々のフリーレンのさ、編集者のさ、X の方がさ、それ引用リポストしてさ、あげてくれてたで。あなたの背中が、早々のフリーレンの、公式の、あそこに乗ってたの。なんで、俺じゃなくて、岩田ちゃんが、あっちの公式の方に、ずるくらい？何背中で見せちゃってさ。ずるいよ。ちょっと本当にね、いや、それからね、もうその編集者の X があったりとか、ちょっと山田ゆきくんがラジオで言ってたんで、見ますっていう人が、見ようか迷ってた人が見始めてくれたりとかして、もう僕は、早々のフリーレン仲間っていうかもう家族が増えて、めちゃくちゃ嬉しいわけ。嬉しい中、ね、マジでふざけんな。もう誰だったかな。しこいとか聞いてくるバカがいたんだよ。しこいって何？まず。しこいって言うん？今の若い子たちって。大体さ、しこるか、しこる、ね、もう、るか、しこったって聞くじゃん。
若い頃、若い頃って、中学ぐらいだ、大体そうやって、お前金をしくってんじゃねえのって言ってくるやつ。俺はもうそういう、なんかわかんない。俺にはわかんないんだけど、そういう、なんか、俺もそう言ったことあるだろうけど、でもそれも乗ってただけで、なんかそういう面白さじゃないんだよな。本当に。普段の会話で撮る笑いっていうのは、俺の中では。しこいとか聞いてきて、それが、なんかちょっと下に持ってって、ちょっと面白いだろうみたいな。おい!そういうアニメじゃねえからな!おい、またメール殴るからな、そういう。タイマイだ!ラジオネームタイマイ!タイマイが、ソーソーフリーでもしこいんですか?とか言って、おい、タイマイ!おい、聞いとるんか、今も!今も聞いとるんか、しこっとるんか、どっちや!本当に、そういうアニメじゃないからな。ね?で、AD 岩田ちゃんにはさ、見てもらってさ、もう、ちょっとみんな、これ、どうだったの?まず、岩田ちゃんからまず、放送中に3話まで、見てもらったじゃない?そっから何話見れたっすか ?12 話!12 話!12 話すごいよすごいよ。すごいよ、岩田ちゃん。どうだったの ?12 話まで見て。いい、もう。ちょっと待って。3話まで見た段階は、生き続けるってなんだろうって言ってたんだよ。で、12話まで見た段階で思ったのは、善悪ってなんだろうって思ったの。まあこれはいい、そうだよ。見方を変えればさ、ね、本当に、いろんなさ、見方があるじゃない。世間ではこう、いいとされてる人でも、いや、こっちの角度から見たら、いやいや、これは悪なんじゃないか、いろいろ悩むよね。感じるよね。いろいろ感じるんだよね。本当に。え、ちょっとごめん。なんて言ってる?悪人は善人になれないのかな?深いな。深いぞ、これ。いいよ、聞いてくよ、一人ずつ。一人ずつ聞いてっからね。誰が最後がいいかな。ねえ。松岡ちゃんどうだった?どうだった?一話だけ見た?あ、いやいや、もうありがとう、ありがとう。どうだった?一話だけ見て。なんで自分は生きてんだろうなって思ったの?考えるよね。ちょっともう本当にさ、だから、なんていうの?早々のフリーレの一、まあ、最初の一話突きつけられた時に、あ、俺は何ができてんのかな?俺はちゃんとこの自分の人生をしっかり全うして、その別に役割が与えられてるわけじゃないけれども、なんで生きてるんだろうって、まずそこ重要じゃん?わかる、それは、本当に。ちょっと、錦戸くんどうだった?一話は見てた!もう、はい、はい。すいません、先輩ですね、もうじゃあ。先輩、ダウンロードはしました。全はダウンロードはした。けど、見てないと。オッケーオッケー、わかったわかった。あ、ワッチどうだった?1話見たね。あ、え、うんうんうん。あ、1話見た、うん、まあまあ、はい。どうだった面白かった。面白かった。聞くたでいいわ。見てない。見てない。よー、分かった。畠山さん、どうでした?3話まで?だって畠山さん、俺が、畠山さんなんてすごいよ!俺が X で、面白いって言ったタイミングで、もう、だから先週の、ここにいる誰よりも早く1話見てたんだから。で、3話まで見たんですか?どうでした?うんうん。ちょっと、畠山さんは、声を出したがらないんで、でも多分グッとグッとって。あんま見てなくないみんな。みんなあんま見てなくないちょっと待って。なんで生放送中に見た人が、一番のめり込んで。なんか、ただ本当に、岩田ちゃんがハマったみたいなだけになってるじゃん。そうなると。みんなさ、そうやって、岩田ちゃんを一人ぼっちにさせる気?
そういう話じゃないけども。まあでも12はすごい、本当に。ありがとう。俺はちょっと最後まで、今あるアニメ出てる部分の最後までいけたんで、もういっぱいあるんですけど、思いは。みんなあんま見てないね。本当に。ちょっと、びっくりしちゃった。まあね。見たよって人メールください。メール。あ、来てる!おい。ラジオネーム。タイマイ。激しこ、やったわ。激しこやったわ。ありがとうね。タイマイ。法律で、なってないよな。まだメール殴ったら捕まるとか、なってないよな。まだなってないよな。タイマイ!タイマイ!ふざけんなよ!嘘でも送ってくんだ、そんな。四国ねえんだわ。早々のフリーレンは。タイマイ!チョップだ、お前。ほんとメール。ほんと。タイマイ!ふざけんなよ。早々フリーレンブームは、しばらく続くと思います。なんか、早々のフリーレン店とか、あるかな?やるかな?ちょっと来週も聞くからね。一応。あとこっから1ヶ月ぐらいはちょっと聞くと思う。見たって。見たってみんなに聞くから。ね。いい?誰か返事してよ。もう、ここのさ。いやー、ありがとう、岩田ちゃん。まあまあ、でもね、そんな押し付けるの、俺そういうの押し付け、見てって押し付けるのあんま好きじゃないから。こんだけ言っといて。俺自分の作品とかも、親にすら見てって言わないから。本当にすごい人だから、俺は。だから、自発的にみんなが見て、なんか、ちょっと、このね、毎週月曜、おざまーすって会うときに、あ、見ましたよ、つってこう、言われると、やっぱ、山ちゃん嬉しいよねっていう話だから。別に、全然強制じゃないからね。だから、岩田ちゃんはすごいよね、本当に。まあ、見てとは言いつつ、本当に12話までハマって見てくれたんだもんね。ありがとうございます、本当。さて、本業、勇者です。僕は、ヒメルです、だから。ね。俺、たびたび、声のお仕事もいただいてるんですよ。私、山ちゃんは。6月14日から配信される、ウルトラマンライジング。こちら、まあ、海外のアニメーション映画の日本語吹き替えになってるんですけども、僕、戦隊ものもやらせてもらって、で、それこそ、海賊戦隊ゴーカイジャーという作品がデビューだったんですけども、海賊戦隊ゴーカイジャーは映画版で、仮面ライダーにも変身するんです。戦隊ものなのに。戦隊の変身道具、そのなんか、モバイレーツっていう、携帯みたいな、おもちゃじゃねえ、変身道具と、おもちゃじゃねえからな。レンジャーキーっていう鍵を使って、こうガチャンってやると、パカーンってこう、ドクロのマークがバーンって、開いてですね、すいません。変身できるんですよ。そのレンジャーキーの、ライダーキーみたいなのを映画版でこう発言して、それでガチャンってやって変身したんです、ライダーに。その時仮面ライダーオーズっていうのをやってたんですけども。で、だから、戦隊にも変身し、ライダーにも変身し、ゴジラとも戦い、ついにはウルトラマンにもなると。もう勇者だよ、それは。俺は。なんか俺だけだな、盛り上がってんの。なんか、なんだ?俺だけなんだよ、盛り上がってんの。いやいや、もうそういうもんなんですけどね、ラジオって。一人で喋ってんですから。ね、ツボがちょっとおかしいですけども。はい。ウルトラマンになります。6月14日、ネットフリックスで配信されます。だから、こちらも、これも、まあまあ、別に、これは別にいいか。いいかじゃないけど、見てね。まあ、
出てる身としては見てほしいんですけども、強制はしないです。でも、すっごいいい話なんですよ。どこまで喋っていいんだろうか。僕はね、佐藤健という役です。で、まあ、プロ野球選手でもあり、で、ウルトラマンでもあると。で、まあ、予告ちょっと見てもらったらわかるんですけど、ちょっとね、怪獣のちっちゃな子供と、ちょっとウルトラマンが追っかけっこなんかしたりしてる映像が流れてます。まあ、ひょんなことからですよ。怪獣のね、こうね、こう、わって拾っちゃうわけなんですよね。そっからまあ始まる物語なんですけど、本当は戦う者同士なんですよ。怪獣のこと。それこそ善と悪。何なのか。ね。ウルトラマンが善だと思われてる。それこそ怪獣は悪だと思われてる。その善と悪が何なんだろうって、それもね、もうだからウルトラマンも早々のフリーでも一緒はダメ。でも、訴えたいことっていうのは、似てくるよね。本当にいい作品というものは、ね。世界に今訴えかけたいこと、似てくる。俺、出てるやつが、他のアニメと一緒とか言っちゃ一番いけないから、本当に。やめろ。俺。な。本当に。でね、昨年は映画、ブルージャイアント。というね、ジャズの漫画原作、これありましてですね、大人気原作のね、漫画ですよ。漫画が、アニメーション化されると、なんかね、実写化できるんじゃないかとかつって言われてた中、いや、これは実写化しちゃいけんと。本当に主人公がサックス、世界一のジャズプレイヤーに俺はなるっていう、ことを言うんですけども、宮本大という主人公がですね、世界一のジャズプレイヤーを目指していく物語なんですよ。こちらがね、これも、本当に、いやー、ちょっとこれは、まあ、ちょっと難しいな、見てもらった方がいいっすね、ちょっと、まあ、これも配信とかされてるんで、ぜひぜひ見てほしいんですけども、まあ、宮本大という主人公の役をやりました。すごい熱い漫画です。もう作品の力が、それこそさ、音楽賞取ったな。上原ひろみさんという、もう、ピアニストの方がですね、ブルージャイアントの音楽を担当されたんですよ。で、それで、アカデミー賞で、最優秀音楽賞、あんなにゴジラって来てる中、音楽だけこう、ブルージャイアントって来て、俺はうわーって盛り上がってたんですけど、あ、間違えた、ここゴジラのテーブルだったってなったんですけども、アカデミー賞の現場で。でもまあ間違えてないか。で、別に喜んでいいことなんで、別に誰からも咎められることはないんですけども、すげえ嬉しかったっすね。音楽賞で撮れる、音楽の漫画なんですよ。それこそ原作の漫画は、漫画から音が聞こえてくるようだと言われている、ような漫画でして、ブルージャイアント今も連載続いておりますんで、もうそちらも本当に見ていただきたいなと思います。なんか、そういえば、なんかブルージャイアントの映画を見てくれた人が、なんか、声山田裕貴なのっていうつぶやきとかを、見たりたまにするんですよ。それがすっげえ嬉しいな。気づかれてないの。俺は、それがまたね、いいんだよね。気づかれてないっていうのが。で、まあ、こういったね、吹き替えのお仕事で、まあ、着実に結果を出している男に、木村昴からも、これ以上上手くなるなと、言ってもらってます。これ以上上手くなったら、俺らの仕事なくなるから。まあ、もちろん彼はね、すごい100万倍褒め言葉を持って言ってくれてるとは思うんですけど、もちろんそのプロの領域に、全然追いついてるとは全く思ってないですけども、吹き替えのお仕事で着実に結果を残してきている。まあだから、シンプル実力マンなわけなんですよ。で、そんなね、山田裕貴。今回、スポーツドキュメンタリーのナレーションのオファーが来ました！なんでこちらは拍手するのに、キクタディの子供が生まれましたの時みんな拍手せんの？逆やない普通。ここは俺だけが、わーって盛り上がって、まあまあそういうもんなんですか。はい、ナレーションをですね、やらせてもらったんですよ。現在、Amazon プライムで配信されている山本由伸独占密着、MLB への挑戦という、まあこちらね、本当に、まあ今シーズンからね、大リーグで、ロサンゼルスドジャースで、プレーしている日本のエース、山本由伸選手に密着したドキュメンタリーなんです、これ。
で、実はね、僕2年前に、山本由伸選手の西武ドームに試合を見に行ってまして、ドライバーの龍太郎くんっていう子がですね、ゆきさん、まあ僕が、小中と野球やってるのを知ってて、野球、まあまあ父もその野球関係の仕事だったこともありですね、まあ、野球には縁深いなと思ってる僕にですね、ゆきさん、今日山本由伸投手が投げるんで、チケット取ったんですけど、行きませんかって誘ってくれて、行ったんですよ。で、まあ、フォローしてたんですよ。インスタグラム、僕フォロー。山本由伸投手のインスタグラムフォローしてて、で、フォローバックというか、向こうもフォローしてくれてたんですね。で、普段だったら絶対こういうことやんないけど、いやー、ちょっと一回こう、送ってみようかなと思って、この DM ってあるじゃないですか。DM で、まあ、フォローさしてもらってるのも知ってたんで、実は今日試合見に行かせてもらいます、みたいなことを送らせてもらったんですよ。そしたら、試合前にもかかわらず返信が返ってきまして、うわーって龍太郎となりながら、まあ、その時ワッチも社内にいたんで、マネージャーワッチも社内にいたんで分かると思うんですけども、山本由伸投手から、実は昨日、東京リベンジャーズを、見まして、ちょっと、眠れないまんまですが、頑張ります、みたいな。まあまあまあ、眠れなかったとは言っても、まあ、プロのアスリートの選手なんで、まあ多分、すごい、お褒めの言葉として僕は受け取って、見に行ったんですけども、勝ったんですよ、その、投げた試合で、山本由伸投手は。ね。で、その、球場、僕、西武ドーム行くのも初めてだったんですけども、西武ドーム行って入って、うわー、こんな感じなんやと思って思いながら、こう入ってって席探して、したら、プロ野球のね、その日、登板する投手っていうのは、試合前に、こう、ベンチの前に出てですね、キャッチボールをするわけですね。キャッチャーの方と、こう。で、してる、キャッチボールを投げてる方向がですね、その、ちょうど、目線が、山本由伸投手が見てる目線がですね、僕らの、こう、座ってる席の方にあったんですね。で、いや、もう、気づくかなって距離だったんですよ。その山本由伸投手の、でも、あんなに大勢の野球ファンの皆様がいる、西武ドームの、大きなフィールドですから、気づくわけもないと。でも、気づいてて、もしかして、気づいてて、なんか、何もこっちから、サインを送らないのは、ちょっと違うかなと思って、僕は多分自分もキャップ被ってたのかな。帽子をこうやってペコって、触りながら、会釈をしたんですね。そうしたら、山本由伸投手も、一旦こう、キャッチボールの、球を止め、こう、帽子を触りながらペコってやってくれたんですよ。で、どっちこれどっちなんだろうと思って、試合終わった後に、実はこうやって、ぴょっと頭下げてたのって、あれってもしかして気づいてくれてましたって聞いたら、気づいてましたって言ってて、ほーいと思いながら、気づいてくれたと思って。じゃあ、もしかしたら、その最初の一球ぐらいまでは、お礼とペコって挨拶をしたなっていう気持ちが、0.00000 何ミリぐらい残ったまんま一球投げたんかなとか思いながら、まあ、そんなの、なんていうんですかね、応援するオタクとしてはそういう気持ちになるわけですよ。ね、だからその一球に、もう俺のちょっと何かがこもってたらいいな、みたいな、とか考えながらですね、ついにそんなご縁のある、山本由伸投手のこう、メジャーリーグに行くまでの、その、知ってますみんなメジャーに行く。メジャーリーグと契約するってどういう感じか知ってます皆さん。いろんなね、メジャーの球団から、こう、名前が、挙げてもらうわけですよ。うちに来てくれ、うちに来てくれと。なんならヤンキースなんかは、ね、山本由伸投手に、こう、うちに来てほしいがために、松井秀喜選手の、ムービーを、メッセージムービーをこう、見せたりとか、うちに来てくれないかっていう、もうヤンキースとしての、まあ、こう、計らいですよね。それと、他のチームで言うと、その現役メジャーリーガーの、うちに来てくれっていう熱い電話が来たりとかっていう、そういう風に契約すんだな、みたいな。だからそういうところもメジャーってこう海外のあの感じってこう、サービス精神が旺盛ですよね。なんかそういった裏側も見れるんですよ。
交渉までの経過、そしてあの生い立ち、まあ、第2話では生い立ちですね、まあ、山本由伸投手はどういうあのこう風に生まれ育ち、どういうところでこう育ったのかみたいな、昔の監督とかがこう笑顔でこうあの当時のことを喋ったりするわけですよ。それがねすごいいいんですよね。ね、あと与一さんね、与一さんあのね、やっぱりすごい選手を支えるそばにはすごいサポーターの方がいるんですよ。この与一さんって方が、都城高校野球部の一個上の先輩だったんですよね。で、当時山本由伸投手は、与一先輩に憧れ、これ全部俺喋っちゃうの。ここまで喋っちゃうと Amazon プライムにたどり着かないのよ。もうとにかく、ね、あのね、その山本由伸と、あの、投手に、それこそ、今もちょっと、それこそメッセージのやり取りを続けさせてもらっていてですね、WBC の時も頑張ってくださいと、あの、メッセージを送ったりだとか、まあ本当に、そうやって返信をいただけたからなんですけども、あの、今回、あの、声もやらせていただきますと、あの、一球入魂ならぬ、一声入魂させていただきますと、あの、いつか、あの、その、ね、映像の中にあった山本由伸投手もトレーニング、ちょっと本当教えてほしいですって言ったら、あの、トレーニング一緒にしましょうって送ってくれださったんですよ。そういうのもあったりとかですね、あの、応援したい本当に。ぜひね、たくさんの人の、こう、まあ、プロのアスリートの選手がここまで行くには、どういう努力があるのかっていうのをぜひ見てもらいたいんで、そちらが本当にたくさん、初公開なんだよね、あのトレーニングね。あのね、あの、槍あるじゃないですか、山本、槍っていうか、あの、なんだっけな、あの、名前があるんだよ。あの、山本由伸投手のトレーニング方法で、まあ、こう、槍投げのように、こう、矢を投げるような、こう、動作をする道具があるんですけど、それを、その、山本由伸投手は自分の体に合ってるから、自分のスタイルに合うから、そのトレーニングを取り入れてるんですね。で、山本由伸投手に憧れる子供たちとかが真似しちゃって、その自分の体を知らないまんま、そのトレーニングをするから、怪我をし、それで憧れたまんま、怪我を、そのトレーニングをすることによって、自分とは合ってないトレーニング方法だったりもするから、その、怪我をしちゃったりする子もいると。だから、みんな一回聞いて、憧れるのやめましょう。これはなんでかっていうと、その、山本由伸投手も自分の体を研究して、自分のトレーニングに合うトレーニングを見つけて、今のトレーニングに至ってるから、山本由伸投手のトレーニングを真似すればいいってもんじゃないの。あなたの体は、あなたの体なんだから、今、全国の野球少年たち聞いて、本当に。あの、自分の、こう、自分に合ったトレーニングを見つけるっていうことを見つけたのが山本由伸投手で、それがやり投げの方法につながってたりするから、そういうところを一回、学ぼう。Amazon プライムで。ね、憧れればいいってもんじゃない。もちろん憧れることは大事。目標にすることは大事だけど、山本由伸が、投手が、山本由伸って言っちゃった。山本由伸投手が、たどり着いたのは自分を知ることだから。自分を知り、自分の体を研究し、何が必要かっていうことを、こう、極め続けたんだよね。若い頃から。しかも19歳の頃からだよ。フォーム改造。もうちょっと喋りすぎちゃうな、本当に。Amazon プライムを見て。俺もナレーションしてるから。ちょ、今日の本題に入らなきゃ早く。何球投げんの球数。もう30分も過ぎちゃって。ごめんなさい。いいですか？今週のテーマを発表します。まだテーマ発表しませんでした。おい、リスナーのみんなも俺ら何のメール送りゃいいんだってなってると思います。すいません、ということでね、今夜は山ちゃん、ガチドキュメンタリーのナレーションが意外といけるやん。これを記念してですね、こんなテーマでメールを募集します。独占密着。今回私が担当したのは山本由伸選手に独占密着したドキュメンタリーのナレーションでしたが、こんな独占密着があったら見てみたいというあなたの理想の独占密着を送ってください。マジのトーンでなるべくかっこよく読み上げます。例をご紹介します。なぜ彼はどんな人間にもなれるのか。ハリウッドを代表する俳優の役作りにカメラを向けた。
クランクインする前のロバート・デ・ニーロ独占密着。これ見たいぞ。ロバート・デ・ニーロといえばもうカメレオン俳優の先駆けの、もうカメレオン俳優って呼ぶにはこの人だみたいな、まあ、俳優さんですよ本当に。あのね、僕もたくさんの、あの自分が俳優の勉強してる時にあのたくさんのロバート・デ・ニーロさんの、あの映画を見たんですけども、あのね、クランクインする俳優さんが役作りする前は本当になんか見れないじゃないですか。皆さん完成したものを作品として見るわけじゃないですか。これはね、俺見たい本当に。と一緒に役作りの勉強とかさせてほしい。でも憧れるのやめなきゃいけないから、同じ立場で同じ目線でちょっと俳優としてちょっと学びたいのありますね。もう一個いきます。その男はゲームの裏技に誰よりも詳しい。その男は性にまつわる知識を誰よりも早く手に入れる。その男のスケボーは玄関に立てかけてある。小学生の時の友達の兄ちゃん独占密着。友達の兄ちゃんってね、めっちゃ早いのよ何でも。ちょっとこのゲームちょっとなー難しいんだよなーとかって言ってね、多分ね大人になったらあのできるような、あのこうやってこうやって攻略見つけてこうやって育ててみたいなスキルこっちに振ってみたいなことを多分やれるんだけど、あなんかそう裏技らしいよっつってあの教えてくるお兄ちゃん。そしてあのな誰よりも早くこう性の知識を持ってくるね、お兄ちゃん、あの友達の兄ちゃんで、大体友達の兄ちゃんはあの玄関にスケボーが立てかけてある。別にそんなに上手くないけど、そんなに上手くないけど、スケボーがなぜか立てかけてある。一回ハマるんだよね、あの裏側をね、あの炎の絵柄にしたりとかしてね。もう一丁行きましょう。土からアスファルトの歩道に飛び出す瞬間を世界で初めて撮影することに成功。雨の日のミミズ独占密着。定点カメラで出てくるまでは早送りですよ。ね、そんな中こう風に揺られるちょっと周りの草たちがこううごめいていたりとかね。で出てくる瞬間にかける1倍速にして、もう通常再生にして、あのねネズミちゃんミミズがね出てくるのをね。ミミズは本当に出てくる瞬間見たことある人いる？いるのかな？俺は見たことないんだけども、夏のアスファルトで、ああ土に戻れなかったんだなって干からびてしまっているミミズさんは見たことあるんだけど、出てくる瞬間ってなかなか見せないよねミミズさんって。このように独占密着の対象は有名無名を問いません。さらに人じゃなくても構いません。あなたが見たい独占密着を教えてください。これ書き方、こう例のように前置きがあって何々何々独占密着、このパターンでお願いします。 yy@allnightnippon.com yy@allnightnippon.com 山田の最初のスペル y を2つ重ねて y です。これはい、 y を2つ重ねてって言ったら y ですって皆さんやってくださいね。今日から初めて聞きましたよっていう方、皆様ぜひぜひよろしくお願いしますね。もしかしたら早々のフリーレの編集者の方が今日からちょっともう一回聞いてみようかなと思ってくれてるね。先週反応してくれてましたし、いや、もう本当にぜひ、よろしくお願いします。SNS のハッシュタグ。SNS のハッシュタグは、ハッシュタグ、山田ゆき ANN でお願いします。山田ゆきのオールナイトニッポン、この番組は、テクニクス、ワンカップ大関、エクスパークバイジョイサウンド、栗本鉄工所、QBB ベビーチーズ、日本返し、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。それではね、山本由伸投手のこう入場曲というか登場曲にもなっています、美内&スキャンダルでフロンティアエクステンデッドミックスです。We'll be right back.
けジョイサウンドから新エンターテインメントプラットフォーム X スパークが登場。今まで以上に気持ちよく歌える最新音源や進化した高性能マイクでこれまでのジョイサウンドにない最高のカラオケ体験をお届けします。僕も早速歌ってきます。詳しくはジョイサウンド X スパークで検索。小さな頃はやんちゃだった私。今は父さんの方が元気かもな。健康への取り組みで保険料が変動するバイタリティ、負けず嫌いの父にはぴったりだ。リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険、住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。ここのカレーは不思議だ。ちょっとへこんだ時も、ここ一番の大切な時も、いつも僕に元気をくれた。これからもここのカレーがあなたの人生のスパイスになれますように。毎日にカレーを、ココイチ。もっと楽しもう、もっと悩もう、もっと信じよう、もっとつながろう、もっと話そう、もっと稼ごう、もっと挑もう、もっと夢を見よう。おかげさまで栗本鉄工所は115周年。もっともっといい栗本。花子です。今日取引先で。ああ、花子さん、うちの会社に来いへん？またまた。待遇とかいろいろええ塩梅にするで。部長、ご冗談を。そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。ええ塩梅ってなんやねんな。お酒は二十歳になってから。今夜の黒子の独り言。最近担当してる蓄電池のニーズの高まりを感じます。ってことは、その知識が豊富な僕もニーズが高まっているってこと？以上、システム開発担当清水さんの高まる期待に応えたいでした。サプライジングセラミックス NGK 日本外資。山田裕貴はあなたからのメールが喉から手が出るほど欲しいと思っています。受付メールアドレスは yy@allnightnippon.com yy@allnightnippon.com。番組のハッシュタグは僕の名前とオールナイトニッポンをいい感じに略したアルファベット3文字をくっつけて、山田裕貴 ANN。 手をこまねいていないで拡散してください。山田裕貴のオールナイトニッポン。忘れられない風景と音楽、あなたにもありますか？今テクニクスのワイヤレスイヤホンがあの場所で聴いていたあの曲をテーマに、音楽にまつわる記憶を募集中。詳しくはキャンペーンサイトで。テクニクス。腹減ったな。へいらっしゃい。すいません、一人入れますか？あ、悪いな、8億人待ちなんだよ。列並んでくれや。今地球上で飢えに苦しむ人は8億2800万人。今日の食料を待つ命がけの行列は今も急増しています。あなたの支援でこの現状を変えませんか？飢えに苦しむ人々に食料を届ける、国連 WFP 協会にご協力ください。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。骨髄バンクの骨髄くんです。まずいです。ドナーが10年以内におよそ22万人も減っちゃう。登録者の多くが40代以上で、しかも55歳で引退しなくちゃいけないから。若い世代のドナーが必要なんです。骨髄バンクにドナー登録を。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。どうやら目覚めさせてしまったようだな。俺の中の怪物を、山田裕貴のオールナイトニッポン。体も心も健やかでありたい。患者さんの切なる思いと健康の尊さを私たちは肌で感じてきました。一人でも多くの方が幸せを感じられるように、あなたの健やかな笑顔のために、テージンファーマ。ねえ、最近どう？元気？元気元気。いや、君じゃなくて道路。光ファイバーを使えば道路の健康状態もチェックできる。カジマは熱海ビーチラインで
光ファイバーを使った道路舗装のモニタリングをスタートしました。100年を作る会社カジマ。麻婆豆腐は長谷園レンジのすすめ。チーン。レンジでガチ簡単。豆腐を入れてレンジで4分。麻婆豆腐の出来上がり。うーん、マジうまいから。長谷園レンジのすすめ。チーン。東京ミステリーサーカス。テレビアニメチェンソーマンのリアル脱出ゲーム。チェンソーマンの世界をリアルに体感する。平穏な街中に突如出現した迷宮の悪魔。君は公安隊の特任4課に所属するデビルハンターの一員となって謎を解き明かし、デンジ、パワー、早川明と共に迷宮の悪魔を討伐せよ。リアル脱出ゲーム×チェンソーマン迷宮の悪魔からの脱出、ただいま東京ミステリーサーカスで開催中。チェンソーマン脱出で検索。メジャーデビュー10周年を記念したワンマンライブを日比谷公園大音楽堂で開催。ひとりエスケープ10年祭日比谷超絶ヤオン、9月15日日曜日、日比谷公園大音楽堂。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。ジングル内ミニコーナー、山ちゃんこれ知ってる？聞かれたことには何でも答えられる私が、あなたからのこれ知ってるに答えます。栃木県那須塩原市、ラジオネーム昨日までのプッチンプリンス。イースター島のモアイ像たちはみんなで同じ方角を向いて何を見ているの？テレビ。世界の車窓からを自分たちが映るかどうか見てる。山田ゆきのオールナイトニッポン。なかなか治らない水虫にお悩みのあなた、ブテナロック V アルファクリームです。しつこい水虫に効くのが私の優れた殺菌力。優れた殺菌力で水虫徹底的に治しましょう。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。始めよう足洗い新習慣。足を洗うなら私ブテナロック足洗いソープです。有効成分の殺菌力で足の臭いやぬめり、きれいさっぱり洗い流しましょう。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本突破、売れてます。久光。ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか？会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロリスナー超感謝祭2024新時代の開催が決定。チケット最速先行販売を22日水曜深夜27時番組開始と同時にスタートします。チケット申し込みは先着順、詳しくはイベントホームページをチェック。出演者は僕とあなた、人間菅田将暉劇場開演です。2022年惜しまれつつ終了した菅田将暉のオールナイトニッポンがラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムで好評配信中。詳しくは日本放送のホームページで。山田ゆきのオールナイトニッポン。俳優の山田ゆきです。山田ゆきのオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションメールです。神奈川県横浜市、ラジオネーム鈴カステラ。フリーレン店ですが、残念ながらゴールデンウィーク頃に池袋で開催されました。嘘でしょ。一歩遅かったですね。撮影してた。
フリーレンテン、もう一回やってください。フリーレンの関係者の皆さん、もう一回やってください。ですが、7月、8月に大阪で、11月に札幌でも開催されるようです。ぜひ、AD 岩田ちゃんを連れて、大阪に行かれてはいかがです。大阪行こう。大阪から生放送しよう。大阪のフリーレンテンの会場から、開けてもらって、深夜。1時から3時。フリーレンに囲まれながら、大阪行こう。ね、みんなで、ね、行くよ。大阪チケット取って、もう今から生放送中に新幹線のチケット取って。岩田ちゃんね、行きたい、行きたいよ。リアクションメールです。東京都杉並区、ラジオネームノルウェーバック。岩田さん、悪人は善人にはなれないのかという考え、とても素晴らしいです。ちなみに単行本の13巻を読み終える頃に、読み終える頃にはまたその疑問に直面します。このままだと山田さんも知らないような最新話のネタバレも普通に言ってしまいそうなので、その時は山田さん、このメールを今すぐ破り捨ててください。うわあ、ああ、やめろ。ノルウェーバック、ノルウェーバック、俺は怒られたことがある。ある女優さんの前でアニメのネタバレをポロってしまった時に、ねえマジで焼肉おごってもらうかなって言われたことがある。やめろ、ネタバレはまだ今から見る人もおんねん。まあ、でもね、ノルウェーバックのメールには書いてなかったんですけど、今別にネタバレ書いてなかったのに、メールを無残に、破ってしまいました、勢いで。ノルウェーバックごめんね。ノルウェーバック、ノルウェーバック今抱きしめてるから、メールを。ね。ノルウェーバック、ね、怖くない？このラジオ怖くない？大丈夫？もうホラーだよね。パーソナリティがさ、メール破り捨てたりさ、抱きしめたりさ、食べればいい？もうこのメール。どうする？どうしようか。愛してる。愛してるよ。愛してる。ノルバック。ありがとう。ノルバック。ありがとう。本当に愛してる。ありがとう。大好きだよ。ノルバック。ノルバック。ノルバック。え、うち来る？ノルウェーバック。うち来る？行く？それともちょっと住所見ようか。ねえ、杉並区って言ったら東京だね。行けるね、これ。この後もう住所分かってんだからね、俺は。あー、破れて、ちょっと今揃えな感は破れちゃってるから。破り捨てちゃった。ね、電話番号も書いてあるね。電話する？ノルウェーバック。ああ、号室までね。ああ、ここに住んでんだね、ノルウェーバックね。ああ、年齢も分かったからね。ノルウェーバックね、聞いてくれてんだね。ありがとうね、ノルウェーバックね。ちゃんと読んでんだ、単行本。どんなパジャマ着てんの？パジャマなの今？ T シャツにハーパンかな？お風呂は上がってから聞くタイプかな。ねえ、この年齢だったらどうかな。明日お仕事かね。お仕事なのに聞いてくれてんかね、ノルウェーバックね。ねえ、28歳ね。俺と6歳差だ。俺が中1の時に小1か。小僧だな。おー、ノルウェーバック。何着てんだ？今何飲んでんだよ。ノルウェーバック。お酒が飲めるんだったらエビスビール頼むぜ、おい。おい、ノルウェーバック。おい、何してんだ？今ノルウェーバック。あ、聞いてんのか、ノルウェーバック。やばくない？これ。俺俳優だよね。
俺もっとかっこいい俳優になりたかったんだけど、これ、ね、俳優じゃないって、ね、何ですか、なんで首振ったんですか。リアクション、福島県郡山市、ラジオネーム石井純也。フリーレンっておっぱいマウスパッドとか、おいマジふざけんなよこいつ。おい石井純也、おい石井純也、まんまやないか石井純也。福島県郡山市の石井純也、おい大体割れるぞ、大体わかるぞ、大丈夫かおい。おいそういうこと言えな。あるんかな、でも本当にそういうグッズ出してるわけないか、出してるわけないよ、ふざけんなよ、やめろ本当に、本当にそういうアニメじゃないから、マジで本当本当心の清い人が見る、清くなくても清くなる、本当に見たらね。ね、今岩田ちゃん、 AD 岩田ちゃん大きくうなずいてたけども、本当にね、綺麗な、こんな風に思わなくなるから、おっぱいマウスパッドと変わるのかなとか思わなくなるから、マジでちゃんと見ようぜね。全然関係ないですけど、郡山、昔野球、リトルリーグ、シニアリーグと公式野球やった時にですね、郡山のチームとかよく戦ってました。はい、お世話になりました。だいたい今34歳、33歳になってる郡山のリトルリーグとかにいた方は戦った覚えがあるんだと思います。多分きっと。ちょっと関係ない話してすいません。ちょっと思い馳せちゃったの。急に郡山って聞いた瞬間、あ、懐かしいなーって。あの時戦ったなーって、強かったんですよ、郡山のリトルチーム、野球。結構全国とかにも多分出てる。で、全国で当たったのかな、ちょっと、そこははっきり覚えてないんだけど、郡山のチームね、よくやってたんだよね。関係ない話しちゃってさ。ま、あ、そうですね。テーマいきます。今夜のテーマは、独占密着です。いきます。東京都、ラジオネーム、アコギコーギー。彼の声を聞くだけで、すべての日本人が体を動かしたくなる。彼の本質に迫る。ラジオ体操の声のおじさん、独占密着。確かにね。ラジオ体操第一、あれ聞くと何なんだろうね。てんてんてれんて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 れんて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 音楽が街に流れ始めたんですよ。そんなに朝早かったんだな。そんな頃からもう撮影バリバリ段取り終わって、日本の撮影の現場過酷すぎやて。ハリウッドぐらいにしてくれ。そんな朝から撮影しとったんか。もう段取り終わってもう撮り始めとったよ。いや見たい。確かにラジオ体操の声のおじさんって誰なんだろう。見たいね。なんか収録してる時にもっと聞こえやすくとか言われてんのかな。なんかそのディレクターさんとかにもっとこうはっきりとお願いしますみたいな。そこいい、あ、すいませんみたいな。すいません。じゃあ腕を回して肩を回す。あ、違う、それ違うんで、それちょっとテンションが、もっと腕を回して手で伸ばしてもらって、で、肩を回す運動っていう、なんかこの、リズムで言ってもらいたいんですけど、みたいな、なんかそういう注文とかされるのかな。ラジオ体操の声って変わったりしてんすか？ちょっと、アコギ講義調べて。ラジオ体操の声の歴史調べて、ちょっと、やっぱそういうの、紐解いていきたい。広島県広島市、ラジオネーム、歯磨き粉。なぜ彼はそこまで信頼できるのか。なぜ必ず
走ってくると信じて待つことができたのか。なぜ友達に命を懸けることができたのか。あの日、彼は何を思っていたのか。メロスの友達、セリニュンティウス独占密着。ちょっと待って、走れメロス。だいぶ前に読んだんですけど、そういう話だったんですかね。メロスが走ってんだよね。メロスが走ってて、友達は待ってたんだ。そうだ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 。そんな話でしたね。セリヌンティウスって言うんですか。だからセリヌンティウスがメロスを待つまで、で走れメロスを追う物語はあるけど、セリヌンティウスを追ってる物語はないから、セリヌンティウスが走れメロスを待つこう祈ってる瞬間とか、こう走れメロスがね、こうやって停電かみたいな。セリヌンティウスが、いやでも、セリヌンティウスも長いこと待ってるから、定点カメラがいなくなるよね。その、だから村の門のところに定点カメラ置いといて、セリヌンティウスがこうやって、まあ、最初、こう、祈って待ってるみたいなセリヌンティウスがいて、で、まあ、でも、大体お腹も空いてくるから、夜頃には一回家帰るから、何も映ってない定点カメラの映像が、村のみんなとかが、おーっとこうね、動いてる、働いてる姿とかが映って、で、セリヌンティウスも、いつまで経っても帰ってこないから、もうあんまりこう、門の方にこう、祈りにも行かずに、なんかもう普通にみんなと秋を、わきあい過ごしてるみたいな、そういう独占密着ね。悲しい。悲しいわ、それ。石川県小松市、ラジオネーム、ザンザマス。なぜ彼は、それでも続けるのか。小さな頃からの、努力の結晶。本邦初公開。大人になっても、爪を噛み続ける人、独占密着。なんでなんだろう。俺、でもたまに、すいませんね。ささくれをこうやって爪で、噛んで取っちゃう。すっごい嫌な顔したね、今、ワッチ。ささくれこうやって噛んで取っちゃうかも。ねえ、そんな俳優いるんすね。爪切りで取りゃいいのに。汚ねえな、ほんで。言わんけりゃよかった、今。こうやってさ、なんか、こうやって、俺もっとかっこいい俳優でいたいんよ。なんでそういうこと言っちゃうかな、本当のこと。ね。なんでなんだろう、爪噛み続けるの。爪は噛み続けてないよ、俺。多分。いや、噛み続けてない。なんでなんだろうね。もう悩んでんだよね、多分ね。でもさ、その人に話聞いたことないやん。爪を、なぜ爪を噛み続けるのですかって話聞いたことないじゃない。そういう切り取り方面白いよね。まあ、研究の一環としてもいいし、なぜ、人は爪を噛んでしまうのかっていう、まあ、ちょっと統計学的なこともできるかもしれないじゃん。そういうドキュメンタリーいいですよね。なんかその絶対にフューチャーしない場所にフューチャーするっていうのはすごくいいことだと思うんだけどね。引き続きメールお待ちしてます。ワイワイアットマークオールナイトニッポンドットコム、ワイワイアットマークオールナイトニッポンドットコムです。まあ今日はね、ちょっと話したいことがありまして、パーソナリティがね、これどんな風にね、フリートークを持ってくるのかって。本当にね、日常がね、まあ、難しいっていうのもあれなんですけども、こう、まあ、まずね、まあ、パーソナリティどんな生活してるんかな、みたいな。
まあまあ、今日も放送がじゃあ、例えば3時に終わるじゃないですか。3時に終わって、お疲れ様って。いや、なんか、今日はあそこ、面白かったっすね、とか。いや、ちょっと、すいません、面白くできなくて。で、こう、なんか、別に謝れっていう空気をスタッフのみんなが出してるわけじゃないけど、俺が勝手に謝ってたりとか。なんかそういう浮き沈みのある、まあ日々ですよ。もう先週なんかはすごいちょっと面白かったみたいな反響もいただいたりとかしてた回だったんで、僕は手応えを感じつつ、あえて何も言わずにお疲れ様でしたって言って、で、フリーレン見てねとかつって言いながら、まあまあ、車に乗り、でも、僕は毎回毎回、こう山田由紀のオールナイトニッポン、もちろんオールナイトニッポンクロスからですけど、終わると車の中で、あ、今日どんな回だったっけなってこう思い返しながら、こう家にこう着くまでこう考えるわけなんですよ。で、考えながら、まあ、ちょっと皆さんの感想なんかを、こう、見たりとかして、あ、こういうところが面白かったんだなとか、ここ、まあもちろんね、それだけが全てじゃないけど、いろんな人がもう全、まあね、全国36局のネットで、別にそこに感想を書いてない人たちもいるだろうから、別にそれが相違とは思わないけど、あ、こういう意見があるんだな、こういうところが面白かったんだなっていうのを、見ながら、すごく冷静に、なんなら、今より、放送中よりも、すっごく冷静に僕は、それをこう、想像しながら、分析しながら帰るわけですよ。で、なんなら、放送がちょっと良かった、かもなーって思った回とかは、その後も別に帰って、じゃあ帰って、じゃあ4時ぐらいか、とかから、聞き直すとかないんですけど、本当にダメダメだった回は、聞き直すんです、僕。どこがダメだったんだ、マジで、みたいな。寝れないから。もう不安で。うわ、俺つまらんかった。俺面白くないんや。って思われるのが本当に嫌だから、あいつのラジオつまんねえなって思われるのマジで嫌だから、俺聞き直すだけよ。ね、どこが面白くなかったんだろう。あ、ここでもう俺、多分頭パニクってて言葉が出てこなくなってるわ、とか。そういうのを、多分、まあまあ、もちろんね、まあちょっと、次の日仕事とかもあるわけだから、もう6時まで2時間たっぷり聞いたらさ、もう帰って4時で6時でそっからとかってなったらもう朝やん。そんなんなったらもう話にならんから、まあ、ちょびっとずつ飛ばしながら、なるべく1時間ぐらいで反省を終わらして、あ、ようやく、って言っても息を整えて寝ようとするわけ。それでもまあ、うまく眠りにつけんことはある。で、それで次の日撮影がある日もあるし、っていうのあるんだけど、それなんでかって、まあまあまあ、そうやって反省するのよ。で、よくこの、本当にいつも反省するゾーンって、大体僕の中でフリートークのゾーンなの。で、フリートークのゾーンって、本当に、ないの。で、何でないのかっていうのを今から説明するね。なんでフリートークがないのか。ね。これ、一回聞いて、みんな聞いてるかもしれないけど。俺の日常って、本当につまらんの。まず、これは普通に。本当に、なんだろう。別につまらんって言っても、面白く喋るスキルがあれば、別に喋れるのよ。その喋れるし、聞かせられるんだけど、その腕もないから、どうにかいつも頑張って喋ってるんだけど、まあ、でも、例えばさ、桃屋のさ、CM もやらせてもらってるじゃない？で、桃屋の刻み生姜が大好きなのね。で、俺それ何にでもかけるの。もう何にでもかける。で、冷蔵庫に、一個絶対冷やしてるお得用の瓶があって、で、倉庫にね、自分で倉庫って呼んでる場所に3つぐらいお得用のやつが、ストックがあるわけ。でも、それぐらいなの。日常で変わってることを探したとしても、ね。で、じゃあ、例えば、いやいや、山田裕貴と。現場があるじゃないか、お前には、と。作品。
俳優をやってるんだから、お前は撮影現場に行くだろうとみんな思うでしょ。じゃあこうよくよく考えてみて。じゃあ撮影現場で起こったこと、ある A さんとこんな話で盛り上がりました。ねあ、それ好きなんだ。え、マジで？みたいな。でもその人がね、それを好きって自分の SNS やその俳優さんが、俳優 A さんがその自分の好きとかっていうのを発信してないかもしれないじゃん。で、それをね、A さんとね、この前この話で盛り上がって、俺 A さんはこの、じゃあアニメなのか音楽なのかわかんないけど、それが好きって言ってたんだよって、俺がこのラジオで我が物顔で喋ったら、その人はさ、話す機会がさ、もう俺がこれを喋られちゃったことによって、それについていろいろコメントさを送られてきたりとか、え、何々さん、何々好きなんですかとか、何の理由も聞かれないまんま、あ、何々さん、これ好きなんだとかつって言って、言われちゃうわけじゃん。俺がそこで喋ることによって。だから俺は、守ってんの。勇者なのよ。その俳優さんが、何も言われないように、本当はこの話で盛り上がったけど、この話でフリートーク喋れるんだけど、俺は、ここで俺が初めて喋ることによって何もなくな、いろんな迷惑がかかっちゃうかもしれないからって言って、喋らない選択をするのね。それでもう一個、一個どころじゃないよ。これで7個ぐらいフリートーク消えるから。で、他にもよ、この、誰々のお家に呼ばれました。誰々のが、お家に来ました。で、じゃあそれはスタッフさんも含めてです。ね。で、それが、じゃあ例えばですけど、撮影の前日に、何かの作品の撮影の前日に、その、会が行われてました。それを僕がラジオで喋りました。あ、あの人たち、撮影の前日に遊んでたんだ。見て、別にそんなの。お家でご飯食べるぐらいの話よ。それが、もしね、そういう風に捉えちゃう人もいるじゃない。となるとよ、その人たちを守るためにまた喋ることを俺はもうなくすの。もうなんならもうフリートークとして捉えずに、あ、楽しいね、よかったねって言って過ごすわけ。そうするとよ、もうね、もう100個中90個ぐらいダメになるわけ。わかる？俺は守ってんの。守り人なの俺は。それを、なんか、我が物顔で、ね、この前こういうことがあって、この先輩とどこどこ行って、とかって、俺喋りたくないわけ。先輩からしたら、そういう喋り方されるの、ちょっと違うんだよな、とか、なんなら、え、ちょっと話持ってないみたいなことを思われるのすら嫌だから、もう、ないの。ないってなるわけ。でね、この、ま、一週間、その、合間をね、合間というか、その隙間をかいくぐって探したフリートークを月曜の朝、ね、迎えるわけじゃん。今日ラジオがあるなっていう日。月曜の朝迎えて、一個でも見つかってたら、俺の気分は最高なわけ。やったって！もう目覚めもいいの。起きれるの。ちゃんと起きれるの。起きてちゃんと仕事行けるの。だけど、見つかってない朝。起きれない。もうそのまま眠っていたい、俺は。もうどうしようと。もうやまやま、ああ。見つかってない、どうしよう。どうしよう、振りとくないわ。ああ、やばい。ああ、撮影しかしてないぞ。だって撮影のことを話すわけにいかないじゃん。こういうシーンを撮ってねって言ったらもうネタバレだよ。そんなやついないだろ。だからないのよ。マジでないわけ。いろいろなこと気にすると。でとか言って。で、もうそんなもやもやした朝。ね。じゃあ例えば、は、もう撮影してるじゃない。その間も午前中。まあ午前中ってそれは撮影で切り替えるわな。切り替えて、昼飯になったらちょっとふと力抜けるじゃない。待って。俺、今撮影してて。あ、セリフも、うん、ちゃんと、うん、今のシーン、あ、良かったかもしれん。うん、悪かったかもしれん。いろいろ反省する。その合間で、え、ない。振りたくない。あ、どうしよう。ねえ、ワッチなんかあったっけ今週。ねえ、マネージャーワッチなんかあったっけ今週。いや、ねえ、ワッチも絞り出してよ。ねえ、なんで覚えててよ、ワッチもって思いながら。そんな風には言わんけど、いや、みたいな、ワッチの中。
で、昼、もう10分前だ。あ、メイク直しに行かなかん。あ、なんか、誰かと喋っても、なんか、この話はして無理か、みたいな。ダメだ、みたいなのとかで。別に悪い話じゃないのよ。悪い話を普段してるから話せないわけじゃないの。たわいもない話でも、そういうふうに気にするわけ。で、夕方、過ぎる。今日夜の撮影終わりました。ないない。あ、ラジオ。あ、もう出発の時間だ。ない。で、ワッチと一緒に行く。今日フリートークどうする？いやー、みたいな。もう、ないのよ。俺ね、もう、母の日、だったじゃない。おかんに電話したの。フリートーク、ないんだけど。なんかあるって。フリートークないんだけど。なんかあるって。でね、出てきたのがね、訂正したいんだって、おかんは。以前ね、僕が特捜9というドラマに、毎週水曜夜9時から、7年間、今シーズン7ですわ。出てます。一回ね、僕が放送の中で、羽田美智子さんに似てると。おかんが。それはどういうところが似てるかっていうと、まあ、内面が似てると。ちょっと言い間違いをしてしまうところが似てると。羽田美智子さんは、シーズン7のことを、頭の文字ひっくり返っちゃって、生存死分って言っちゃったりとか、ボットン便所のことをドッポン便所って言っちゃったりとかするのね。で、そう、うちのおかんは、チャンネル撮ってって、僕がまだ実家に行った時に、チャンネル撮ってって、まあ、チャンネルって、名古屋ではリモコンのことなんだけど、チャンネル撮ってって言って、リモコン撮ってって言ったら、ジャングルポッケって言って、聞き返してきたりとか、そういうところが似てるよねって言ったの。そしたら、なんか、私が、その、羽田美智子さんぐらい、似てるっていうのが、外見もっていうのを周りの人に思われてるらしく、すごい綺麗なお母さんなんだって思われちゃってるみたいだから、すごく嫌だと。そんなハードルを上げないでくれと。私はそんなんじゃないと。でも、なんか、ね、小さい頃、友達が遊びに来て、山ちゃんのお母さん綺麗だね、みたいなことを言われてたから、まあ別にいいじゃないと。別にその言ってもらえてる分には、みたいな。でも、私はそんなに、そんな肌さんに比べたら全然だから、それ訂正してくれっていう話を言われたの。これよ。これフリートークになるんよ。どうしたらいいん？俺どうしたらいいん？これ。これを面白くするにはどうしたらいいん？ちょっとさ、で思ったの。みんなさ、いつもさ、聞いてるだけじゃない？フリートーク。リスナーのみんなはさ、フリートーク聞いてるだけじゃん。喋ってよ。一週間何があった？面白くやってみて。面白く喋ってみて。俺に。面白く一週間何があったか送ってきてほしい。フリートークをうまく喋ってみてよ。って思ってるんだよ。なんで俺ばっかいつもフリートーク喋らなか？聞いてばっかでみんな。でみんな、送ってきて、フリートーク。一週間何があったか、なんか、何でもいいから。ジングル。山田裕貴のオールナイトニッポン。新郎の会社はワイヤーハーネスを作っています。何それ？車の中の電気や情報はもちろん、外部との通信までをもつなぐ重要な部品とのことです。ちゃんとしてそう。知らんけど。車の安全安心を見えないところで、住友電装札幌。恵比寿は130年の歴史の中で何度も完成してきたという。なんだ、完成って一度きりじゃなくていいんだ。その方がいいじゃん。ニューエビス、楽
楽しんでるから世界は変えられる。お酒は二十歳になってから。エイムル。窓大きくて読書はかどりそう。お、広いキッチン、料理しちゃう？でも収納も大切。あ、今エイブル行きたくなったでしょう。部屋エイブルで決めよう。池田エライザでした。お部屋探しはエイブル。フランス語講座の時間です。チョコレート、ショコラ、小さい、プティ、世界、ルモンド。そう、ルマンドの語源ですね。そうなの。では、世界を意味するルマンドが小さいサイズになったものは？ブルボン一口ルマンドです。そこは普通。私の名前は夢のアルミ。今日もアルミの力にワクワクしている。アルミ缶のリサイクル率は 90% 以上。再生すれば CO2 の排出量をたった 3% に抑えられる。すごいぞアルミ。アルミと明日へ UNCJ。 バッグにつける、それとも鍵につける。今度のガチャガチャの森と日本放送コラボガチャはオールナイト日本関連番組のロゴ入りアクリルキーホルダー。ポイントは番組イメージで推しのカラーが違うとこ。どれもエモい。全7種類集めちゃえ。ガチャガチャの森。ここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、小鳥でオーバードライブ。泣いてるね。山田裕貴のオールナイトニッポン。みんな CM 開けて本番始まるから、しだよ、しだよ、静かに。俳優の山田裕貴です、リアクションメール、フリートーク送ってきてくれたんですかね。ラジオネーム土佐犬人間。どこかに出かけろよ。ふざけんなよ、マジで。あのさ、まずさ、俺は山田裕貴って本名でやってんのね。まずラジオネーム本名に変えてこいよ。それ、そっからスタートだろ。自分で勝負しろ。で、どこかに出かけろよの一言で、何、これはフリートークだと思ってんのか？どこかに出かけろよっていうフリートークなの？そっからは？そっから何？あのね、一応こっちとらね、令和テレビドラマ出演本数ランキング1位の人間なんだわ。どこかに出かける力も残ってねえんだわ。休みがあって休みたいんだ、家で。その場合どうしたらいい？それでもどこかに出かけて、もう命削って、僕がどうなってもいいと思ってるのか？ちゃんと俺の立場に立てよ。まず、フルネーム乗っけてから来いよ。もうそっからだろ。リアクション、ラジオネームポメラ。よくラジオパーソナリティの人はフリートークを作るためにいつも行かない場所に行ってみたり、車で移動するところを歩いてみたりと、自分でいろいろ行動していると聞いたことがあります。守っているとか、おかんに電話したとかじゃなくて、まずは足を動かすことから始めてみては。いや、本当に、
俺もそれもやってたら俺多分セリフ言えないわもう。いや違う、そうじゃなくてさ、フリートークを送ってくるんでしょ。なんで俺をつつくことしかできないんだ君たちは。おいポメラ、本名を載せてみろよ。そこからが同じ土俵だろ。まずそこの時点でもうとこのさラジオ同じ立場に同じ土俵に立ってないのよ。東京都ラジオネームハルポン、あフリートーク来ました。ちゃんと送ってきてくれる人はいます。ちゃんと先週の休みに部屋の掃除したんだけど、部屋からペットボトルが200本くらい出てきました。今部屋が綺麗になってすっきりしました。それはマジでおかしいぞ。おもろい。ねえ、俺はそのために今から200本部屋にペットボトル置かないかんの？そういうこと言ってないか。え、これ本当なの？本当なの？え、フリートークって持って話していいの？そんな。持って話すべきことじゃないでしょ。持ってるかもわかんないもんね、確かに。いや、だとしたらすごい面白いよ。だとしたら、いや、ちょっと土佐犬人間とポメラは送ってきてよ。そういうさ、ハルポンが送ってきてくれたみたいにさ。いや、面白いよ。200本も。船作れんじゃん。ちっちゃい船。ペットボトルで。捨てなくて、ペットボトル工作できるわ、そんなんだったら。フリートークですか。ああ、送ってきてくれてるみんな。東京都日野市、ラジオネーム3体が。今週、同じアイスを4回食べました。それなのに、4回目も1回目のテンションで、なんだこのアイス、うまっと感動しました。面白いね。面白くない？でもさ、ねえ、2行で終わってたらさ、フリートークじゃないから、じゃあ、なんていうの？その、いつそのアイスを好きになったのかとか、じゃあ誰かにおすすめしたけど、その人にはハマってもらってなかったんだけど、なんか俺はマジでうまいと思ってんだよね。4回目も1回目のテンションでマジでうまいって思えてんだよねみたいな。なんかちょっとそういう話の膨らみを作ってくんないと。こんな2行で言われてもさ、そんなすぐ終わっちゃう。今、だって15秒でフリートーク終わっちゃうんだから、そんなの。3体がさ。いやでも、そういう経験はあるよな。俺も、なんか、やっぱ、ココイチとか、さ、別に広告やらせてもらってるからじゃなくて、中学の時から、ずっと好きだからさ、何回食っても、うまっって、この前も、ね、新しく出たザーチキンカレーとか、うまっって言って食べたわ、俺も。もう何十回目かはわからんけど。それをフリートークで喋るんか？オチはってなるぞ。オチはだから、一回目のテンションで、うわ、うまい、このアイス、うわって言えましたって言って、うわって言ったよ。ラジオネーム、土佐犬人間、これが俺の全てだって。もう、住所、個人情報書いてきて送ってくれてます。個人情報書いてきて送ってくれてます。俺には、だからさ、俺には見せてんじゃん。俺には見せるけど、これ俺言っちゃさ、やばいじゃないですか。だからそうじゃないと同じ土俵じゃなくないだって。年齢も明かして、名前も明かして、でしょ。そんなの。お仕事も明かして、からでしょ。これが俺の全てだって。いや、全てなんだったらこれ言わないとだって全てじゃないじゃない。みんなには伝わってないから。全てが。何を言ってんだ、土佐犬人間は。まあ、一応俺には明かしてくれたのね。じゃ
土佐犬人間は今週1週間どっかに出かけたフリートークを来週送ってきてください。約束ね、これ。もうこれが俺の全てだって言うんだったら、来週、俺にフリートーク送ってきてください。どっかに出かけてください、じゃあ。その別に危険なことはしなくていいから。音声ファイルで送ってください。フリートークを。一式。何ですか？ファイルの。PDF ですか？画像のファイルだね、PDF。MPD? MPD? MP3? 音声ファイルなら何でもいいです。違う、だから、その物事を記憶するっていうのも感覚で感じてるから。PDF も大体データでしょ？だってもうそんなの。パソコン持ってないから、俺、ラジオネーム、タイマイ。正々堂々本名送ります。本名。でも言えないじゃん、これ。言えなかったら意味ないじゃん。みんなに知らしてからが、同じ土俵だからって。だからさっきの石井純也はさ、本当にしっかりしてるよな。あいつは。郡山の石井純也は、本当に正々堂々としてるよ。真のリスナーだと思うよ。もうだって、俺、ラジオネーム見てさ、石井純也って書いてあってさ、ちゃんと名前だなーって思って、あの、名前のとこ見ても、ちゃんと石井純也って書いてあるから、いいのかって思いながらさ、それでさ、石井純也はフリーレンっておっぱいマウスパッドとかあるって送ってきてんの。お前、郡山の石井純也ってお前かって言われるよ、多分。こいつは真のリスナーだよ、タイマイ。俺はお前の本名言わんけど、そんなさ、君の名前は言わないけど、タイマイさ、あなただよ、しこいとかつってメール送ってきたの。正々堂々俺に本名送ってきたのいいですわ。だからもう、石井純也が俺のこの後のオールナイトニッポンやるってことでしょ、だからもう。だそれぐらいじゃない、それぐらいの覚悟じゃないと後継者にはなれないから。俺の後継者にはなれないよ。名前明かして、年齢明かして、職業明かしてから始まりだから、ここは山田ゆきのオールナイトニッポンっていうのは。別に俺がこれ芸名だったとしたら俺本名答えてるよ、俺ここで。もし。もうそれはもう、同じ土俵に立たないと。でも俺本名山田ゆきだから、ねえ、もう普段もどうしようかなって、ねえ、最近知ってもらってるから、どうしようかなって。ありがとうね、石井純也。タイマイ、まあ、その覚悟はいいわ。そういう心意気はいいけども、みんなに発表しないと。郡山の石井純也みたいに。じゃあ今夜のテーマ。ね、コーナーですね。コーナー、続いてはこちらのコーナーをお送りします。リスナープロデュース山田裕貴がアンバサダーを務めるカラオケのエンタメプラットフォームエクスパーク。このエクスパークを展開するジョイサウンドとのコラボでお送りするコーナーです。私はそう遠くない未来に、まあ、勇者兼歌手になると思ってます。ということで、私がの歌手デビューがいつ実現してもいいようにですね、リスナープロデューサーの皆さんから歌手山田裕貴のあれこれを送ってもらっています。埼玉県ラジオネーム踊るエビフライ。中島みゆき、須田まさき、クリーピーナッツ、アドといった歴代オールナイトニッポンパーソナリティとコラボしたアルバム、俺たちの月曜をリリース。いや、これいいね。めっちゃいい。で、これは全員こうフューチャリングとかじゃなくて、そのみんなが作ってくれた曲を俺が歌ってる。歌わせるわけにはいかない。それは俺が、歌わせるわけにはいかないって、どの立場で言ったんだよ。そういう、だから俺たち、歌番組とか、夏の FNS 歌謡祭とかで、たまにこうやって一緒に中島みゆきさんと、中島みゆきさんが作ってくれた俺の曲を歌うとか、いえ、マジで怒られるぞ、本当に。ラジオネーム、居眠りペンギン、静岡県磐田市。
歌手になったらなったで俺は俳優だと言い出す。まあね、歌手扱い、歌手扱いというかね、そういうなんかちょっと歌手です、歌手だよね、歌手だよねってされすぎたら、いや俺俳優だからとかつってインタビューで多分言う。いや俺は俳優はなんでみたいな。神奈川県横浜市、ラジオネーム夜空のみじんこ。スタッフに話しかけられると振り向きざまに、あーもう今ちょうどメロディーが降りてきたとこだったのにとアーティストっぽく文句を言うようになる。いやでもね、言うと思う。やっぱ繊細さんだから自分、山田裕貴結構たまにあるのよ、これ歌になりそうじゃないみたいな、なんかメロディーが降りてくるときがあるの。俺昔そういうの録音してたことがあったの。コロナの緊急事態宣言の時とか。でも恥ずかしくてマネージャーに送れなかった。送れなかったの、音声ファイル。え PDF PDF MPD MPD MP3ね、恥ずかしいね、送れなかった。自分で考えた漫画はね、設定書いてね、マネージャーに送、あれわっちゃんあの時違うか、漫画を設定書いてマジでずーっと1万字以上2万字ぐらいかな、設定とか役のあれとか書いて、これ漫画であって言って集英社の方に、マネージャー、チーフのマネージャーのが、山田さんが知ってる集英社の方に見せたら、こんな似たような設定漫画にできませんって言われて、いやタイトルとかつけてなかったんですよね、キャラの設定とか。なんか天使と悪魔の話を考えたの。天使と悪魔の話とかを考えたんですよ。主人公がサラリーマンの子持ちの人で、なんか悪魔に子供を殺されてしまったとこから始まるんだけど、持ってる武器はハンマーね、打ち出の小槌みたいな、叩けば叩くほど強くなるみたいな、そういうことを考えて送ったらね、なんかそんな似たような設定で漫画にはできませんみたいな。原作者の皆さんはもっとすごいですって。当たり前のこと言われ、ね、もちろんそんなね、合間で緊急事態宣言の時のまあ、一応真剣に本当に書いてみたんですけど、やってみて、まあ、プロデュースって難しいですよね。引き続きメールお待ちしてます。yy@allnightnippon.com yy@allnightnippon.com です。メールの件名はプロデュースでお願いします。メールが読まれた方全員にジョイサウンド直営店利用券2000円分とジョイサウンド公式キャラクタージョイオンプーグッズをプレゼントします。そしてリスナープロデューサーの皆さんには36万曲以上搭載した最新機種、ジョイサウンド X1 で歌いやすさを体感してほしいと思います。さらに X パークではカラオケのある空間同士をオンラインでつなぐことで今までにないエンタメ体験が可能になります。ぜひみんなもジョイサウンド X1 のお店で楽しんでください。ここで一曲僕の、リクエスト曲です。早々のフリーレンより、ゾルトラーク。
募集しています。あなたの思い出の場所、あなたにとっての思い出の場所とその場所でのエピソードを送ってください。思い出の場所に思いを馳せた時にはテクニクスの完全ワイヤレスイヤホンを使って当時の風景と結びついた思い出の曲に耳を傾けて癒されたりポジティブな気分になってほしいと思います。ラジオネームジャイアント厚彦。大学時代所属していた軽音楽部の仲のいい友達たちといつもたむろしていた食堂の端っこのテーブル席は思い出深いです。授業の合間や終わりに誰が声をかけるでもなく部員が集まってきては曲を聴きながらだべったり課題を見せ合ったりご飯を食べたりギターで曲をコピーしたりしていて軽音部のリビングみたいになっていました。あ、食堂、そうか、これは学校の食堂ってことですよね。学校の食堂に行ったことがないですね。大学も行ってないので羨ましいですね。高校時代もなかったですね。なんかお店に行くのとはまた違いますよね。学校の中なんだけどちょっとその中でも、別の場所にいる気分になれるから、かといって学校じゃないわけじゃない不思議な、軽音部のリビング。じゃ食堂でギター弾いてたりしたんですね、それでも許してくれるってことは懐の深い食堂の方がいたということですよね。いいですね。今たまにテレビ局とかで行ったりもしますけど、独特ですよね。なんか、もう結構好きですけどね、あの空気感は。よく集まってた場所なんだろうな。まあでも外に行っちゃいましたね、遊びに。上野だったので、東京の上野というところにあったので、いろいろ行くとこあったから学校帰り結構遊び行ってましたね。ということで、現在テクニクスのワイヤレスイヤホンがあの場所で聴いていたあの曲をテーマに音楽にまつわる記憶を募集中です。あなたの思い出の曲がテクニクスの公式プレイリストに選ばれるかもしれません。詳しくはハッシュタグ忘れられない風景と音楽で検索してみてください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。山田裕貴のオールナイトニッポン。山田裕貴です。続いてはこちらのコーナーです。エール、悔しかった出来事を告白してもらうコーナーです。あなたのメールを正面から受け止めてエールを送りたいと思います。東京都ラジオネーム、おかえり招き猫。僕はビリビリタイプの運動靴さ。かっこいいな。川口先輩にスニーカーくんもみんな紐さ。音がないんだよ、履くときに。僕だけ履くときにビリ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 爆音さ。いやさ、そりゃ周りのね、周りを見渡せばさ、そりゃかっこいい革靴とかさ、スニーカーいっぱいあると思うよ。でもさ、それさ、紐がかっこいいっていう人もいれば、紐タイプのね、そのいるけど、そのビリビリタイプの運動靴もかっこいいっていう人もいると思うよ。なぜそんな周りを羨んでいるの？あなたはあなたのままでかっこいいんじゃないの？それは自分の嫌な部分が嫌だと自分が見てる、その自分の目だけであって、もしかしたら周りから見たら羨んでるかもしれないよ。ビリビリ